十字架の道行き第一流マイナス十四と目十字架の道行きとはカトリック教会で行われる儀式で中世末期から行われてきた。キリストに習う一形態とも言える。イエスキリストの受難の捕獲から受難を経て復活まで十五の場面を個々の場所や出来事を心に留めて祈りを頬げる。聖地巡礼ではそれぞれの場所で祈祷を行う。これを肩にすために カトリック教会の聖堂では壁に捕縛から埋葬まで14、場面の聖画像が掲げてある。最後の15番目の場面の復活は、祭壇側に向かって祈る。ただし、四巡説中は、14番目までの祈りが、捧げられる。特に四巡説は毎週金曜日に行われるのが、一般的である。十字架の道行きは、エルサレムへの巡礼と美や泥棒さを再現したいという。 願望に由来する。聖地を手本にすることは、新しい概念ではなかった。例えば、イタリアのボローニャにある聖ステファの大聖堂は、聖墳墓,墓教会やオリーブ山、ヨサファト渓谷などを含む、他の宗教的建造物を再現したものである。1187年のヒッティーンの戦いの後、エルサレムは、エジプトとシリアの創始者であるサラーフッティーンの勢力により滅亡した。 40年後、フランシスコ会は聖地に戻ることを許された。フランシスコ会の創設者であるアッシジのフランチェスコは、特別な崇拝を持って、キリストの受難に習い、成婚を受けた最初の人物であったと言われている。1217年、アッシジのフランチェスコは聖地への信心を守り、促進するために、聖地の管理権を設立した。1342年に、 教皇クレーメンス六世によって正式に聖地の管理者として宣言された時フランシスコ会の努力は認められた12から14世紀の間に聖地を訪れた何人かの旅行者は巡礼者が辿ったビア桜に言及した我々が理解しているように彼らの説明にはこれを十字架の道で識別できるものは何もない エルサレムのウィア桜の慣れ親しんだ場所に適用される、道行きという言葉の最も初期の使用は、15世紀半ばに聖地を訪れた、イギリス人巡礼者、ウィリアムウェイの十字架へのキリストの足跡をたどる、巡礼者を描いた物語の中で説明された。1521年に、聖地の道行きの差し絵の入った、ギセリッチストラスと呼ばれる本が印刷された。 15世紀と16世紀の間に、フランシスコ会は、聖地で彼らの新人業を普及するために、ヨーロッパで一連の聖人の遺骨、遺物、像などを祀った聖堂を建て始めた。道行きの止めの数は7から30の間で変動した。通常は7であった。これらは通常ニュルンベルクのヨハンニシュ教会に通じるアダン・クラフトによる1490年の配置のように、 教会への入り口に沿って、しばしば小さな建造物の中に置かれた。多くの農村の霊は、見栄えのいい樹木が茂った丘の上に、それ自体で魅力のあるものとして確立された。これらは、セークリットマウントカルバリー・オブ・ド・モドッソラとサクロモンティ・ディ・ベルモンテを含み、別の祈りのテーマに関するとの霊とともに、世界遺産のピエモンテ州とロンバルディア州の桜、モンティの一部を形成する。 これらの中で彫刻は実物大に近く非常に手の込んだものである。これらの面影はしばしばゴルゴタの丘と呼ばれる。1686年にフランシスコ会の誓願に応え、教皇インノケンティウス11世は彼らの教会の中に十字架の道行きを設置する権利をフランシスコ会に与えた。1731年、教皇クレメンス12世は 地元の司教の同意を得て、フランシスコ会の司祭がそれらを設置するという条件で、すべての教会に道行きを設置する権利を広げた。同時に、数は14に固定された。1857年に、イングランドの司教たちは、フランシスコ会の司祭の介入なしに十字架の道行きを設置することを許され、そして1862年にこの権利は、教会中の司教たちに拡大された。 初期の7つの場面は、通常は以下の表示の2、3、4、6、7、11、および14と目であった。17世紀から20世紀にかけての標準の配置は、次の場面を描いた14枚の聖画、または彫刻で構成されている。ピラトはイエスに死を宣告する。イエスは十字架を受け入れる。イエスは初めて倒れる。イエスは聖母マリアに会う。 キレネのシモンは十字架を担うのを助ける。ベロニカはイエスの顔を拭く。イエスは再び倒れる。イエスはエルサレムの婦人たちと会う。イエスは三度倒れる。イエスは服を剥ぎ取られる。イエスは十字架に釘付けにされる。イエスは十字架上で死去される。イエスは十字架から降ろされる。イエスは墓に葬られる。伝統的には十字架の道行きの一部ではないが、 イエスの復活の場面は、ごく稀であるが、15流として含まれている。ありがとうございます。